こんにちは、ともこです。今日はですね、黒と白の服を愛する人たちへというテーマでお話をしていきます。このいくつか前のエピソードでメンバーの犬飛さんが服に関する、服選びですかね、に関する大変興味深いエピソードをアップしていらっしゃるのを聞きまして、私もこのエピソードを撮ることにいたしました。結論から言うと、私ももう絶対的に黒と白を身につけております。たまに差し色として他の色を入れることもありますが、ほぼ黒。しかも今の自分に合ったスタイルだなと、肌触り良くて軽くて気分の良い服に出会いますと、同じものを2着あるいは3着買いまして、それをずっと着続ける、まさに制服という状態になっておりますので、まあ、いつも同じ格好をしています。ほぼバブルの頃ですね、アニエス・ベイとかコム・デ・ギャルソンの服がかなり流行った時期がありまして、当時の最もかっこいい服でありまして、その頃の影響ですかね、とことん黒とプラス白を着てまいりました。ある時ですね、仕事仲間、まあ、先輩なんですけれども、カラーセラピストさんに出会いました。彼女はですね、人生の波動を上げる色使いについて、まあ、コンサルというんですかね、していらっしゃいまして、今は男性向けのカラリストとして活躍していらっしゃるんですけれども、出会った頃にですね、当然私は黒ばっかり着てるわけですよ。で、彼女がですね、ともこさん、そんな色を着ていたら自分の中のエネルギーが閉じ込められて人生がうまくいかなくなるわよと、熱心にカラフルな服を着るようにおすすめくださいました。まあそんなもんかなと思いまして、一時華やかなカラフルな服を着た時期もあります。そのカラリストさんはですね、常に華やかで美しいお洋服を身につけていらっしゃいましたし、ランジェリーですね、ブラとかショーツとかも7色揃えていらっしゃるそうです。曜日ごとにそのエネルギーを上げる色があるとのことで、例えば月曜日は見えないところは全部赤とかね、火曜日は全てグリーンとかいうことまでされていたそうです。見たことはないですけれども、おそらくそうされていたのでしょう。どのぐらいですかね、数年、まあ、黒も着つつカラフルな服を身につけていた私ですが、ある時期からやはり自分にとって心地の良い色を身につければいいんだなとストンと思った時に、また黒に戻ったわけなんですね。黒と白です。ほぼ黒にもいろんな黒があります。そもそも黒というのはあらゆる色を包括しております。ちょっとスピリチュアルなお話をしますと、黒、究極の黒というのは白であり、また透明でもあるという考え方もあります。それ話し始めると永遠に終わらなくなっちゃうので、まあ一つそういう考え方があるということなんですね。私はその心理面でのサポートをしていく上で、クライアントさんの全ての私が可能な限り捉えられる全てのエネルギーとか感情の動きなどを一旦自分で全部受け取っ
て咀嚼して、まあ同調するっていうんですかね、同調じゃなくて同じ波長に行くっていうことをできる限りしようとしていた時に、やっぱり黒で受け止めたかったんですよね。別にそんな深刻な話をしてるわけではなくて、それが自分の仕事の、あるいは、あらゆる交友関係を含めて人との関わりにおいて自分が黒であること、あるいは白であることが一番心地がいいと感じましたので、そのようにしております。犬飛びさんは書道家としてさまざまな発信をされている、その墨、白い紙に黒い墨で表現をしていく、なんかそれに通じるものを自分の中に感じたので、それを犬飛びさんと黒と白を愛する人にお伝えしたいなと思って、話してみました。以上です。ではまた。